現在午前2時50分です。丸い月がとても綺麗なんですけど、もうすでにうっすらと空が明るくなってるんですよ。まだ2時台ですよこれ。午前3時になりました。とても霧が濃くて嫌な予感しかしません。東に行けば行くほどこんな感じになってます。うわーって感じです。こういう状況の中で、日の出を見に行くというのが自分以外にいるのかどうか、もうそれしか興味がなくなってきました。風力発電がものすごいスピードで回ってます。本土最東端の納沙布岬に着きました。午前3時半です。今、日の出まであと8分という時間帯です。なんと1台車がいます。はい、最東端に車がいます。エンジンかかってません。とにかくこの場所に陣取ってますから、おそらく日本で一番早い日の出を見ようという方なのかもしれません。これは確実に日の出を期待するというお天気じゃないですね。全く見えません、何も。実はですね、この納沙布岬から東へ4キロほど行きますと、貝殻島という昆布で有名な島があるんですね。その貝殻島が見えるか見えないかというのが一つのお天気の指標になってるんですが、そういう問題じゃなくなりましたね。もうカモメの鳴き声。いやー、まいった。納沙布岬を示すものって複数あるんですけどね。本土最東端を示すもの、この向こうにあるこの時間帯から明るいというのをですね、実感できます。この時期沖縄の日の出よりも2時間も早い、そういう6月の早朝です。そして寒いです。とても寒くて手袋がないとっていうぐらいの寒さなんです。さすが北海道。領土は日本固有の領土ですというね、本来ならば歯舞群島、国後島あたりが肉眼で確認できる場所なんですけど、全くその気配がありません。貝殻島まで 3.7 キロか、そんな距離なんだな。ちょっとこの文字ってのは個人的には好きなんですね。この3文字、御用米小学校という学校があって2014年に閉校してるんですが、
旧御用前商前というバス停に名前が変わってます。結構ね、立派な校舎があるんですけど、日本一東にある小学校だったんですが廃校になっています。で、この廃校跡もまだ綺麗に残されています。御用前というのは歯舞群島の中にある島の一つなんですが、学校名として付けられました。午前4時を回りました。ホテルに戻ってきたんですが、結果的に根室の街中にいた方が朝日見られたということが分かりました。ノサップは霧が濃すぎました。ご参考までにありがとうございました。